影響が広がっているということなんですね。海岸がどんどん進んでいるというわけではない。はい、この地震ではですね、おととい、6.5 の非常に大きな地震があって、さらに今日の未明には7.3という、この非常に大きな地震がありました。こういう非常に大きな地震が起きると、地下の長さが20キロメートルとか30キロメートルの深さ